はい、こんにちは、こんばんは、裏表です。当チャンネルはですね、自分が面白い、すげーと思った漫画をただひたすら紹介していくチャンネルとなっております。本日はですね、こちら、ブラックガールズトーク紹介していこうと思います。いやー、怖かったわ、これマジで。ビクビクしながら読んだわ。こちらは、小学館の裏サンデー、多分、ウェブコミックですかね。それで連載した牧野真紀さんが連載しています作品となっております。今全1巻でこれが終わって、またあのブラックガールズトークリターンズっていうのが始まったっぽいですね、ウェブの方で。まあ今1巻なんですごく入りやすい作品だと思います。内容はタイトルの通りです。もうガールズトークのブラックな話です。ひたすら、いやーすごかったわこれ、超見てて怖かった。一応後ろの帯の内容が結構そのままなんで、ネットの方だと女子3人が集うと始まる迷惑人間たちが巻き起こすリアルな体験談、あるあるいるいる尽くしのブラックなガールズトークで読めばすっきり心のデトックスだそうです。デトックスしねえわ、怖すぎる、怖すぎるっつうの。はい、帯の後ろの方だと、あなたの周りにこんな人はいませんか、自称サバサバ女、二股浮気男、モンスターペアレント、できる女風ホラ吹き女モテマウンティング女子、モラハラ男、表現した昔の女友達。怖っ。なんかあの YouTube の方でもそのなんかスカッとする話と か, なんかそういうやつで結構漫画風の YouTube のやつが切り取られてますけど、あれの実際の漫画版って感じですかね。うん、なんかあっちの方はちょっとでもやってることはマジか。うん、マジだな。うん、別になんか差別化する必要はないわ。まあマジ怖いっす。そう、本当に社会人のそのパワハラセクハラとか、その女社会の上下関係とか、浮気とか不倫とか、モンスターペアレントとかさ、一応自分もねやっぱり人間と関わる世界で生きてるわけですから、やられてしまっていること、やってしまっていること、起きえることってのがあるんだろうなって思うとね、いやー怖い怖い、ビクビクしながら見てたわ本当に。うん、でもまあ普通にあるあるでしたね。極端なところはあると思いますけど、全然あるあるだったかな。なんか人の気持ちがお前には分からんのかとかいうとこって結構あると思うんですけど、そもそも人の気持ち分かってる人間なんていんのかみたいな、この世にいるのはもう遠慮する人間と遠慮しない人間だけな気がしてて、別に遠慮だって別に遠慮イコール正義ってわけでもないしね。だからまあ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 難しい話かなとは正直思うかな。いやでもこんな人間にはなりたくねえなとは思うけど。すごかったわ。あとね、純粋にね、その絵がこんな感じなんですけど、すごい漫画しいんですよね。見やすい、すごく見やすい。その線もなんか歪んでて、なんか個性を感じるし、あったかいし、あとまあなんか多分ですけど、最終的にそのあこんな話あったよねっていう展開なので、そのそんな重い話にはならないと思うんですよね。重い展開はあるだろうけど、多分重い展開はあっても最終的に重いオチにはならないというか、あんなこともあったよねみたいな、そんな感じで終わる作品だと思います。いやこれは社会人の方ですね、子供にはおすすめしないです。子供は見ても分かんないですこんなの。これはもう社会人の方が見てあはははっていう、もう酒のつまみにする程度の。いや怖これマジで、俺こうならないようにしよう。女の人怖い、まあ、男も怖いだろうけどね、どっちも怖いわ、人間怖い。はい、ということで、ブラックガールズトーク、牧野真紀でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。